今回のテーマは、LAN ケーブルで音が変わるのかクエスチョン、音の良い LAN ケーブルはクエスチョンという内容でお送りいたします。こちらの過去動画で LAN ケーブルを変えてですね、音質を向上したという件をご報告ご紹介して、公開してからそろそろ4年になります。公開した2020年頃はまだ今ほどネットワークオーディオのノウハウに関する情報も十分ではなくて、 LAN ケーブルで音が変わるのかどうかという、これ工夫によって音質向上するのかというようなことも含めていろいろわからない部分が多々あり、実験しながらマニアがそれぞれで進めていったという状況だったかと思います。少しずつですね、情報共有が進みまして、最近では LAN ケーブルはおろかスイッチングハブ、そういう LAN 関係の通信機器、これもですね大きく音質に影響するということですとか、光 LAN ケーブルという完全に通信機器と一旦電気的にアイソレーションするというテクニックなんですけれども、ネットワークオーディオを探求するオーディオマニアの世界では当たり前になってきました。で、今回はまだ LAN ケーブルに関する音の変化について十分な経験のない入門者含めまして、この音の変化や音質向上にフューチャーしたいというふうに思っております。このところ中上級者向けのやや難しい内容が多かったので、今回は LAN ケーブルというものとしては単純なものを扱っていきたいという回であります。それでは今回のサマリーです。1. 最近公開された動画でのトップウィング菅沼代表の発言。 2. 4年前に LAN ケーブルで音が変化しないと断言した2つのメーカー。 3. その他にも LAN ケーブルによる違いを指摘した動画。 4. 通信ケーブルの品質の違いを計測する NHK 協力会社。 5. 14種類聞き比べたカナタさんのブログ。 6. こんな変わり種商品も。7まとめという内容でお送りしたいと思います。次のページ。1最近公開された動画でのトップウィング菅沼代表の発言。トップウィングというのはオーディオ機器を輸入販売する商社なんですけれども、非常にコスパの良い iFi オーディオをはじめとして割とユニークな商品を扱って、今もマニアの間の注目度もかなり高いと思いますが、最近 YouTube にも非常に力を入れていると。で、比較的最近のですね、こちらのトップウィングさんのチャンネルを拝見しておりますと、菅沼代表も以前はですね、代表ではなくて YouTube に出てくるいろいろ詳しいこだわりのあるお兄さんという感じだったんですが、いつの間にか代表になっておられまして、で、菅沼代表とですね、それからオーディオ評論家の住山明さん、この2人で持ち寄った LAN ケーブルを比較視聴するという動画がありました。で、これはこれでですね、今回の内容とも非常に親和性が高いので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思うんですが、オーディオ系の会社の YouTube の内容とはいえ、この持ち寄った LAN ケーブルっていうのは業務用汎用のものなども含んでおりまして、オーディオグレードのものばかりでないということでも非常に参考になるんじゃないかというふうに思います。で、私は注目しましたのは、この中で動画を開始するにあたっての菅沼代表の前振りの発言内容です。非常にですね、この LAN ケーブルというものに対するマニアやメーカーの意識の変化、これを一言で簡潔にまとめられているということで非常に共感させていただいたんですが、これを紹介させていただきます。読み上げます。ネットワークプレイヤーが出てきた頃って、なんかそもそも非同期で動くからジッターフリーで LAN ケーブルとかそういう上流のものに全く惑わされない新しい規格のプレイヤーですみたいな中略。今となってはそんなことはなくて、そんなどころじゃなくて、本当にそう、LAN ケーブル変えると本当にこんな音が変わるんだってぐらい変わりますけれども、というふうな前振りの発言がありまして、ネットワークプレイヤーとかネットワークオーディオが出てきた頃はそういうものに音が影響されない技術だということで、これいいよねと言っていたんですが、実際にやってみるとめちゃめちゃケーブルや機器で音が変わるということが分かってきたということを一言でまとめられているというふうに感じました。次のページに、4年前に LAN ケーブルで音が変化しないと断言した2つのメーカー。で、先ほどですね、当チャンネルの動画も4年前に公開したというふうに申し上げましたが、当時本当に LAN ケーブルを変えるだけで音が変わるのかということが非常に分かりにくい。やってみないと分からない。やっても微妙すぎて分からない場合もあるということで、どうなんだとネット上でいろいろ調べましても、逆にそこでは変わらないんだという固くなに主張すると、いう意見も少なからずありまして、一般のマニアの方のですね、
ご意見などで音が変わらないというのはこれに限らず珍しいことではないんですが、2020年頃ですね、検索しますと今でもヒットするんですが、結構まともなメーカーさんが2社強く否定しておられるという記事がありまして、これおそらくですね、当時からネットワークオーディオをやっているオーディオマニアの方はかなりこれを見て悩まれたんじゃないかというふうに思うんですが、今でも公開されておりますので、それについて紹介させていただきたいというふうに思います。でまずはですね、通信機器メーカーのパンドゥイト、ちょっとこれ読み方がわからないのですが PANDUIT という会社なんですけれども、まあ、通信機器のメーカーさんなんで、こういうふうに思ってですね、実際音を聞いたり確かめたりせずに記事にされてるんではないかというふうに思うんですが、その問題の箇所を読み上げたいと思います。結論から申し上げると、 LAN ケーブルによって音質が変化することは考えられません。スピーカーやアンププレイヤーなどの条件が同じとした場合、音質の変化はファイルの内容に依存しています。LANケーブルによって通信速度や安定性は変わりますが、ファイルの中身が LAN ケーブルによって改変されることはありません、というようなことを同社のサイトの中で書かれているんですが、こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご一読いただきたいというふうに思うんですが、通信機器メーカーですので、この会社自体もですね、それから社員の方もオーディオとは無縁ということで、まあ、そうしますと必然的にこのような解釈がありがちなんじゃないかというふうに思います。最近私のですね、こちらのブログにも一部書きましたし、最近の動画で時々デジタルオーディオ原理主義者ということで、マニアの中でもデジタル領域で固くなに音は変わらないと言い張る方が、まあ、入門者的なマニアの方が多いんですけれども、いらっしゃるくらいなので、オーディオにさほど興味のない通信機器のメーカーの社員の方がこのように考えるっていうのは、まあ、むしろ自然なことかなというふうに思ったりいたします。でもう一つの例がですね、ちょっとこちらがショッキングなんですけれども、こちらですね、プロ音響のメーカーさんなんですね。でプロ音響の場合は、いわゆるオーディオマニアが使いますネットワークオーディオの規格とは方式が違いますが、録音するときなど数十本あるいは2桁のマイクなどを一つの LAN ケーブルの中で扱えるようにします、ダンテっていう規格ですとか MADI というような規格などがあるんですけれども、まあ、その規格を使った場合にケーブルによって音が変化するのかということを、かなりプロの耳でいろんなケーブルを使ってスタジオで慎重に聞き比べたということをですね、記事で発表しているんですけれども、複数のケーブルを何度も注意深くブラインド視聴したということなんですが、音の違いは感じられなかったということをご報告された記事があります。でこういうですね、プロの耳で聞いても有意差がなかったという話は、これはプロの企画だったからということなのか、まあ、今でも私自身謎であります。まあ、ですが当時発表された記事で検索しますと、こういう公開された情報がヒットするということでありました。で当時はですね、こういうネット上の報告記事、それからですね、先ほどもご紹介しましたようなデジタルオーディオ原理主義者、この原理主義的な主張で、この原理主義的な主張をですね、デジタルで音が変わらないという主張っていうのは、実は日本以上に海外欧米のサイト、オーディオ系のサイトなどを見ますと、そういうところのフォーラムなどでは非常にそういう考える人が未だに多いということで驚いてしまうんですが、ネットワークオーディオの LAN ケーブルについてもですね、以前はそういう主張がネット上にも多く、まあ、未だにどうなんだというふうに悩まれる方も少なくないんではないかというふうに思います。次のページ3、その他にも LAN ケーブルによる違いを指摘した動画ということで、先ほどですね、トップウィングの動画についてご紹介しましたけども、同じように YouTube の人気のあるオーディオ系のチャンネル、ちゃんとしたショップとか出版社がやっているチャンネルで2つこの問題に取り組んだものがありますのでご紹介します。古い順に行きまして、まず3年前、2021年の記事なんですけれども、オタイオーディオのサブチャンネル、こちらでスイッチングハブ光 LAN ケーブルで音が変わるとはということで紹介されております。 LAN ケーブルのみならず、スイッチングハブ、それから先ほども申し上げました光 LAN によるアイソレート、まあ、こういうものでですね、デジタルなのにいろいろ音が変わるということを2021年の段階で紹介されておられます。続きまして、2022年4月に公開されたものなんですが、こちらですね、オーディオ評論家の山本浩二さん、こちらが出演されておられまして、 LAN ケーブルが音に与える影響は思っているよりも大きいぞということで、いろいろ
ろいろ山本さんが解説されておられます、まあ、この辺も参考になると思いますので概要欄にリンクを貼っておきます。次のページ4、通信ケーブルの品質の違いを計測する NHK 協力会社ということで、 LAN ケーブルに関してですね、技術的にどうなんだということで、まあ、さっきからイメージ的な話しかしてないじゃないかということで思われるかもしれませんので、技術的な面でですね少し申し上げておきますと、少し前の音展でですね一風変わった NHK の協力会社の方が出展されておられまして、アストロデザインという会社なんですが、これ何の出展ですかということでいろいろお話を聞きましたところ、通信ケーブルの計測器なんだという話で、デジタルオーディオの同軸デジタルケーブルとかそういうものが音の違いの前提として性能がいろいろ違うということが分かるのかなと思っていろいろ聞きますと、具体的にはまず HDMI ケーブルと映像も含めてデジタルで伝送していくケーブルなんですが、これがですね非常に世の中に流通している主に中国製の非常に安いケーブルから、まあ、種類も多くありまして、でこれ映像とか含めますとですねケーブルのクオリティによってはまともに映像や音声が通らないということもあるらしくて、 NHK はその辺放送局ですので映像と音声の高度な規格を開発する上で HDMI のですねケーブルの品質っていうのを重要視しなければいけないんだけれども、世の中に計測器がないということで開発したということなんですが、実際に HDMI ケーブルをこの計測器で計測してほしいという依頼はどのようなところから来るんですかというふうに聞きましたところ、結構 AV 機器メーカーからの依頼が多いと。でなぜかと言いますと、 AV 機器にですね HDMI ケーブルをとりあえずのですねお試しといいますか付属ケーブルですね、おまけとして付けるものなんですが、このおまけとして付けるのはなるべく安いケーブルを付けるわけなんですが、安くてもちゃんと中身の信号が遅滞なく通っていかないといけないということで、中国製の安いケーブルをちゃんと使用に耐えるものなのかどうかを計測してほしいというような依頼が多いという話でありました。で具体的にですね調べられますのは同社のホームページで、まあ、そのまま読み上げますと、周波数特性で 100MHz から 15GHz の交帯域特性ということですとか、コントロール信号の血栓チェック、電圧測定、プラス 5V 出力ラインの電圧電流値の測定、ケーブル遅延特性、HDMI、I パターン測定、ディスプレイポートや USB-C、それからLANですので、それぞれそういう類似のケーブルの周波数特性、そういうものが計測できるというものだそうです。で何が言いたいかと言いますと、要は通信ケーブル、まあ、HDMI ケーブルと LAN ケーブルっていうのは性格が似ていると思うんですが、意外にですね電気的にも品質性能がバラバラであるということで、まあ、こういう計測機器を開発した会社の方とお話をしますと、通信ケーブルってのは意外に最低限の通信規格をクリアしていたとしてもですね品質にはバラつきがあるという話をお伺いしたことがありましたので、ここでご紹介させていただきました。次のページ5、14機種聞き比べたカナタさんのブログで、ネット上ではですねマニアの方がオーディオグレード、それから汎用品のケーブルを数多く特化引っかいして試してみたという記事が少しずつ増えてきている印象なんですが、今回ですねその中でも2つほどご紹介させていただきたいんですが、カナタさんのブログではなんと14本のケーブルを聞き比べたと。でオーディオグレードのものが3種類と汎用グレードのものが11種類ということで比較しておりまして、ご本人は絶対の自信を持って言い切れるほど普遍的な観点で他を圧倒して良いものはなかったというようなことが書かれておりまして、そういう謙遜した言い方をしつつ A プラスから G マイナスまで細かく14本を分類されておられました。で、まあ、その中で一番いい評価 A プラスという評価を取ったのはオーディオグレードのノードスとバルハライーサネットという製品らしいんですが、その次ですね時点14本中2番目に良かったというものが意外にも汎用のもので、エレコムの LD-GPA/WH2 という2メートルですと573円という非常に安い汎用品のものが2番目に良かったというようなことが紹介されております。でこのカナタさんと同じような実験をしたドコノさんのブログと
というのもありまして、でこちらですね、汎用品の種類として、こちらもですねエレコムなんですけれども、製品は結構違いまして、LDOCTT/BM10 というのが調べた中では一番音が良かったよというような報告をされておられます。まあ、どんどんですねこういう多くの方がですね試験をして、最近アナログケーブルでは同じくエレコムの汎用ケーブルが下手なオーディオグレードのケーブルよりも音が良くて安いということが結構キャリアのあるマニアの間で口コミで話題になったりしている例があるんですが、LANケーブルに関しても安くて音のいいのはこれだよという多くのマニアの証言が出てくるのは非常に歓迎されることなので、どんどんこのような記事が出てくるとありがたいなと、参考にしたいなというふうに考えております。次のページ6、こんな変わり種製品もということで、LANケーブルの話ばっかりしておりますが、LANケーブルの関連のですねアクセサリー、フィルター類なんかも最近出ているんですが、有名オーディオアクセサリーメーカーから、まあ、そういうものが各種発売されてですね、私も過去動画で、まあ、こちらのようなものを紹介して非常に効果があったよというようなご報告をさせていただいているんですが、今回ご紹介しますのはたまたま今回調べていて、こんなものが世の中にあるのかということで非常に新鮮な驚きを持ちましたので情報共有させていただきたいんですが、LANカタパルト中継ケーブルというLANケーブルに継ぎ足して使うような種類のフィルター的なケーブルのようなんですが、個人の自作で販売されておられるようで、 Twitter じゃなくて今 X ですねという一部のルートじゃないと情報がなくて、実際に販売されているのはメルカリだったりするんですが、こういうものも見つけたということで情報共有させていただきたいというふうに思います。次のページ7、まとめで、まずですねより高度なマニア、もう最近はネットワークオーディオにかなりお金もかけて追求されているという方は、光LANケーブルを導入されているという人が非常に目立っているんですけれども、光LANケーブルを導入した場合でも全てを光LANケーブルにするという事例はまだ少なくて、どこかに有線のLANケーブルが混じってくるということでありますので、そういう意味でもLANケーブルの元の良し悪しの情報っていうのはまだまだこれからいろいろ期待されるということではないかと思っております。で続きましてですね、まだまだ科学や技術として、そしてノウハウとしても発展中ということで、ネットワークオーディオ自体がまだまだそういう状況だと私は考えております。で従いまして、LANケーブルにつきましても科学的な解明、技術的な解明っていうようなロジカル論理的なこともありますし、実際使ってみたらどうだった、ああだった、こうだったというようなマニアの報告についても、まあ、まだまだこれからいろいろ出てきて参考になる情報が集積していくということで、現段階では発展途上のものではないかということで考えております。で続きまして、先ほども申し上げましたが、アナログケーブルでは音の良い格安汎用ケーブルというのが話題になっておりまして、オーディオの入門者とか本格的な沼に入りたくないよと、でもいい音で聞きたいよという方は少なからずいらっしゃいますので、ケーブルにつきましてもまずは汎用で安くて音がいいという評判のケーブルから使ってみたいという情報も今後どんどん出てくるといいなというふうに考えております。今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。